ぱホークスはそれを阻止しなきゃいけないですから、はい、今日はもう勝っておかなきゃいけないですね。まあ、したがって、まあ、こういったら失礼なんですけども、まあ、オリックスが少し目標を失ってそういうことですよね。そしてロッテが少し調子を落として、はい、という中でこの楽天とホークスはとにかく目の前に目標がありますもんね、はい、大丈夫ですかね。ちょっと滑りましたね。あ、そうですね。おっとこれ捻挫してなきゃいいですけどね。多分踏み出したところ、はい、結構滑ったんですね、穴が開いてますから、で三馬投手との幅が違いますからね、はい、しっかりこう鳴らしておかなかったんでしょうね。ちょっと気になりますよね。ますこれ、はい、この時期エースの節を欠くということになりますと本当にチームにとっては大きな痛手になりますからね、はい、で踏ん張らなきゃいけない方ですしね、はい、スローで見ると本当捻挫の形ですからね。そうですね。さあホークスのまあローテーションから言いますと明日がまあ山田ということで、はい、それで大隣を、中6日でも回しますから。そうですね、日本ハム戦に回しましたからね、はい、これ少しどうかなと思ったんですがここへ来て、まああのね大事なあの初戦に回るということで、はい、まあ、チームとしてはこの計算通りとそういうことですよね。いうことになりますよね、さあ摂津が大丈夫のようです。マウンドに向かいます。まあ、短時間で出てきたということはテーピングもしてないはずですよね。そうですね、はい、まあ、様子見で一応ベンチに下がりました摂津なんですがどうやら滑った足大丈夫のようです。まあ、あと21試合ですからここへ来ての怪我人ということは非常にダメージになります。特にエースが抜けるとちょっときついですからね。そうですよね、まあ、それでなくても打の方では松田を欠いておりますし、はい、それから松中もいません。そうですよね、まあ、しかしホークス考えてみますと投手陣は本当に踏ん張ってますよね。頑張ってますよね、当初はやはり3枚抜けたんでどうなんだろうという、ね、はい、43勝分がどうするか、まあ、それに代われる投げれる人が出てきましたしね。そうですね、でやはり頼もしいその武田も出てきましたからね、はい、さあバッターボックスは3番の松井がバッターボックスに立っておりまして2ボール2ストライクです。